and gentlemen、This is Sato Hiroko the show. Heyo! こんばんは、佐藤ひろこです。さあ、8月になりました。急に夏らしくね、なりました。先週ぐらいからですかね。夏がやってきました。みんな言うことです。みんな言うことは一つ、あちね、みんなこればっかり言ってますけどもね、私もついつい言っちゃうんですけどもね、あの体調管理の方皆さんね本当お気をつけください。それしか言うことないっしょ。だってね、暑いのしょうがない、多分だって夏なんだから、ね、夏らしくなってきたって言われればそれでどうにか片付けられないでしょうか。はい、体調管理の方お願いしますよ。まあね、夏だからどっちかっていうとこう晴れやかな太陽がありますので、その太陽に対してイライラしてしまうということがあるかもしれないけど、どっちかっていうとでもやっぱりローテンションよりはハイテンションですよね。ということで、今月8月のメッセージテーマは夏の恋バナスペシャル。そうなんです、ね、夏といえば海、夏といえばプール、夏といえばそうめん、夏といえば怖い話とかいろいろありますけれども、ひと夏の恋なんていうのもありますよね。ひと夏じゃなくていいです。もうオールシーズンの恋、女子ってねやっぱ恋バナ好きですよ。ということで、8月は夏の恋バナスペシャルです。恋にまつわるお話を皆さんから募集します。最近あったうふふな話、悲しかった恋バナ、思い出の恋バナ、悩みなどなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねお係。ファックスの方は 028-643-3311 番、メールの方は ds941@hiroko310.com ds941@hiroko 数字で310.com です。メッセージを送ってくださった方の中から毎月抽選で1名様に佐藤ひろこでしょうネオのステッカーはないので、佐藤ひろこオリジナルステッカーをプレゼントしています。ハッシュタグは DS941、 こちらをつけてぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。なんかこのね DS941 のハッシュタグをつけて検索すると、ツイッターでね、あの検索すると甲子園情報が見られる時期がありました。なんかそういう情報も一緒に載せてくれてた皆さんありがとうございます。はい、ぜひ皆さんからの恋バナ、ラブトークにまつわるお話聞かせてください。ということで、今月はラブソング特集になりますので合わせてお楽しみに。ということで、この番組はシンガーソングライターの佐藤ひろこが音楽を通して全国つつうらうら頑張っている皆様を応援しちゃおうという番組です。オールジャンル、スポーツ、文化、皆さんのこと、頑張っている皆さんのことを応援しているそんな番組ですので、今夜も30分お付き合いよろしくお願いします。今月のメッセージテーマは夏の恋バナスペシャルです。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りします。
とひろこでしょう。早速まずは元気なラブソングからお届けしましょう。佐藤ひろこで伝えに行くよ今君に。今すぐ会いに行くよ、ほんの少し待っていて。佐藤ひろこで伝えに行くよ今君にです。今月のメッセージテーマは夏の恋バナ特集です。アバチュール、ちょっとだけエッチなやつとかはですね、内容によっては省いちゃうかもしれないんですよ。この番組の放送時間がね早いから。でも基本的にはみんなのもらったメッセージそのまま読みたいなと思ってるので、その一夏のラブみたいなのもなんかそういうのも送ってくれると私としてはすごく楽しいなと思いますので、送ってやってくださいね。で、なんでこの曲をまず1曲目にチョイスしたかと言いますと、伝えに行くよ今君にという曲は、このアルバム伝えに行くよ今君にが収録されているフリースピリッツというアルバムがあるんですが、そのアルバムの制作をしてた時の当時のプロデューサーさんのお話。いや決して私とプロデューサーさんが恋仲にあったとかそういうことじゃなくて、その P がプロデューサーさんがいつも朝帰りなんですよ。だいたいこう録音とかレコーディングが終わって、それでその後、10時とかさ11時くらいから飲み始めるわけなんですけど、仕事終わって飲んで大体3時とか4時ぐらい始発で帰るか、途中でタクシーでお帰りになられるんですけど、いやそんな生活を送っていて、どうしてそんな奥さんと仲いいんですかとか、奥さんそっくりなんですよ。そうですね、プロデューサーさん感じとすごく似ていて、すごいなんか優しい感じの奥様なんですけど、それなんでですかって聞いたら、僕はね何時に帰っても寝ている奥さんを叩き起こして今日あった一日のこと全てを奥さんに聞いてもらう、それがうちの夫婦のうまくいっている方法なんだという話をしていて、それめっちゃいい話なんですけどと思いまして、この曲を書きました。伝えに行くよ今君ね、叩き起こしてでも伝えたいことを全部伝えさせてくれという、可愛い少年のような、当時のプロデューサーのね、そんなお話から作らせてもらったでした。伝えに行くよ今君にお届けしました。
さてここからはメッセージ送っていただいているのをご紹介していきましょう。いきますよ。はい、やっぱ女子ってみんな恋バナめっちゃ好きやねん。好きやねんか、好きや、めっちゃ好きやねんですよ、要はね。めっちゃ好きやねん、これ何回か言いたいな。覚えてたら何回か言いますね今日ね。さて、ラジオネームこちらは夢ばかりさん、宇都宮市の方ですね。ありがとうございます。こんばんは、初めてお便りします。ありがとうございます。ラジオネーム、あ、どうも、ラジオネーム夢ばかりです。婚活中のひろこさん、あれ、私そんな話してましたかね。婚活中のひろこさん、僕も婚活中です。結婚相談所は仕切りが高くて登録できず、アプリで知り合った子と連絡を取っている状況です。おお、ひろこさんの婚活についてお聞かせください。僕は男なので女性の意見聞きたいです、というふうにいただきました。夢ばかりさん、ありがとうございます。いや、私ね、どっちもやったことないな。その何ですか、マッチングアプリでしたっけね、スマートフォンとかのそのアプリで、登録している人とかと出会える、それってさ、有料のサイトなのかな。私もなんか本当にちょっとその辺知識が浅くて。結婚相談所はお金かかるでしょ。で、何が違うんだろう。あ、信頼とかか。信頼ってなんだろうね。まあね、そっか、仕切りが高くて登録できなくてアプリで知り合った子と連絡を取ってあったりしてんのかな。どうなんだろう。私の結構近い友人とかね、同世代、今30、今年38の年なので、アラフォーに差し掛かる女性の私の周りの友達たちが結構ちょっとずつ、なんですか、離縁を始めましたよ。で、まあなんかね、まあ離縁してなかったとしても、まあなんかこう恋バナみんなよくしてますね。うん。で、まあ、で、その離縁してる友人が、最近それこそそのアプリで、出会ったりとかしてる人と結構ね、今年も今8月でしょ、もう多分3人ぐらい付き合ったりしてるって言ってたかな。あれ、付き合ってはいないけど、お食事に行くとかか、とか言ってました。うん。男性はどうなんかわかんないけど、人にはもちろんよるけれども、全員が全員そうだとは言わないけど、私の周りの友達は、割合で言うと、そうだな、5人に2人とか、5人に3人とかくらいの、半分か弱前後ぐらいな、そんくらいで、同時期に何人かの人、意中の人とデートに行ってる傾向がある。これすごい不思議なんだけど、いいなと思う人が、ね、私はその時にいいなと思う人は一人しか作れないから、作ることができないから、あんまりそういうことはないんだけど、あ、この人もいいな、この人もいいな、あ、でもこの人もいいな、みたいな感じで、同じタイミングで何人かの男性と連絡を取って、で、そして、まあ、お食事に行ったり映画を見に行ったりとか、なんかデートに行って、その中で、いや、言い方めちゃくちゃ悪いけども、これしか言葉浮かばないけど、品定めみたいな感じで、いや、でもお互いだよ、お互いした方がいいと思うんだけど、なんかそういう傾向があります。だから、まあ、なんだろう、夢ばかり、ラジオネームの夢ばかりさんがすごくいいなと思うのは、婚活頑張んなきゃって言ってちゃんと動いてるっていうことがすごくいいなと思いました。いや、婚活しなきゃって言っときながら、じゃあ何してんのって言った時にさ、いや別に何にもとか言うさ人もいるじゃん。
おいって思うよね。やれやいみたいな。だそれはあの例えば資格欲しいとか、もっと仕事のスキル上げたいとかなんか言うんだけど、仕事の悩みとか思っているんだけど、恋愛に限らず何かをしたいしたいでやらない人ってたくさんいるから、そうじゃなくてきちんとやりたいという思いを形に行動に移してる夢ばかりさんはすごいなと思いました。ぜひデートに行ったらどんなデートだったか、また恋バナ聞かせてください。一応この番組お悩み相談箱みたいな、恋愛に限らず人生のお悩みなどもぜひねお答えして、ひろこ姉さんがお答えしておりますので、よかったらそちらも合わせて、そちらのコーナーでもいいしどこでもいいよ、あの送ってやってくださいね。お待ちしています。夢ばかりさんありがとうございました。そんな夢ばかりさんに1曲お届けするひろこからのラブソングは、本日2曲目のラブソングは大丈夫という曲です。夢ばかりさん大丈夫だよっていう思いも込めてなのか、はて、17歳の時に書いたプッチプチプリンプリンなひろこのラブラブな歌をお聴きください。大丈夫。お届けしているのは佐藤ひろこで大丈夫という曲です。まあ、どうでもいいけど声が若いわ。ひろこの声が若いことの方が気になりますけれどもね。さて、メッセージまだまだご紹介していきましょう。こちらはラジオネームが宇都宮市の方か、宇都宮市、カタカナだと一瞬わかんない、宇都宮市月影さんからいただきました。ありがとうございます。私は高校生の時に近所のスーパーで働いていた店員さんに恋をして、毎日のようにスーパーに通っていました。次第に話すようになり、毎日通うのが本当に楽しかったです。ある日向こうから連絡先、かっこ当時はベルバン、うわ懐かしい、ベルバン、
ベル板、を教えてもらいました。しばらくベルトも続けていまして、ベルトもから急に仲良くなり、ベルで告白はい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 、あったよねそういうの、うん、まあ行きましょう、その後に交際がスタート。なんとその彼が今の旦那さんです。ひろこさんも婚活頑張ってといただきました。なんだろうこの敗北感やべ、でもやっぱ私は別に負けたとは思ってない、月影さんに負けたとは思ってないけど、いやいやいや、めっちゃいい話じゃないのよ。ちょっとどういうこと、こんな歌になるよ、むちゃくちゃ歌になるような話を送ってくれてありがとうね。あの歌にしちゃおうか、ね、歌にしちゃおうか、月影さんの今の話ちょっと興奮しちゃった。ひろこ、なるほどね。いやベル懐かしいね。確かにさ、このぐらいこの頃そのベルが流行ってベル友っていたよね。でそのベルを通じてベルで告白だ。今で言うとメールで告白とかさ、 LINE で告白するとかさ、今はあるじゃないですか。まあそれの走りみたいなもんですよねこれ。超楽しいんですけど、このキャッキャした感じ。おいくつくらいなんですかね。でもベルってこう、ん、高校生の時にベルだから多分同世代だな、完全に同世代。あ、そっか、ベルでもあの私の世代だと文字が遅れたんですよ、ポケベルね。ポケベルが鳴らなくては、あの曲が流行ってたのは私たちのちょっと上の世代で、その時はなんかパッと今浮かばないけど、よろしくのこと4649みたいな感じで数字でメッセージを送っていて、で、その後に本当に短い間だけだったけど、文字にはならないんだけども、あが11、いが12とか言って、数字、あ、まあ、数字は数字なんだけど、その50音の数字ができて、でそれで送るようになって、でその後に文字が送れるようになりましたもんね。それこそさ、あれ20文字ぐらいしか送れない時もあったよね。数字の時はもうちょっと短いか。ありましたね。告白の時の数字って何なんだろう。愛してるとか、例えば好きですとかっていう告白じゃん。付き合ってとか、わかんないけど、そういうのの数字があったの、あったってことだよねきっとね。これ知ってる方いたらちょっと教えてください。メッセージの宛先は、メールにて受け付けています。 ds941@hiroko310.com です。栃木放送の番組のメッセージフォームからも送っていただけますので、こちらから送ってください。お待ちしています。いやー、ありましたね。いや、うちに曲があればなぁ、ポケベルが鳴らなくてとか流したかったな。いや、その時代その時代でさ、やっぱ出会い方とか交際の仕方って様々なんだね。だ、さっきのさ、夢ばかりさんは今アプリで今頑張ってるわけでしょ。ほいで月影さんはポケベルでね。まあでも、まあ、元を正せば一目惚れになるのか。めっちゃいいじゃん。もう一個ね、これ来てますよ。ラジオネーム憂鬱な猫さんからです。ありがとうございます。僕は恋愛経験がほとんどないですが、恋はします。人並みにします。特に多いのは一目惚れです。
ひろこさんは一目惚れってしたことありますか、といただきました。ありがとうございます。ありますよ。多分月影さんはこのメッセージの感じだと女性だから、私も女性なんですけど、女の子はほとんど一目惚れとかできますよ。一目惚れしたことないっていう女子に出会ったことないかもしんない。憂鬱な猫さんは僕って言ってるか男の子かな、一目惚れするよね、やっぱりね。やっぱ一目惚れってさ、顔？みんなはどう？顔じゃないパターンの一目惚れってあると思うんだよね。あ、こんにちはって言った時のこんにちはの返し方だったりとか、なんかね、あると思うんだよな。いや、ちょっとこれ1ヶ月にわたって恋バナがっつりしていきますけど、いや楽しみ。また、メッセージまだ送っていただいてる方もね、読み切れなかったので、こちらもまた読んでいきたいと思いますので、まだまだあなたのメッセージが読まれると思いますので、メッセージ送ってください。メッセージの宛先は郵便番号 320-8601、 栃木放送佐藤ひろこでしょうねお係。ファックスの方は 028-643-3311、 メールの方は ds941@hiroko310.com です。または CRT 栃木放送の、番組ホームページからぜひとも送ってください。お待ちしています。さて、ここからはライブのお知らせです。一番近いところですと、あ、ライブというかちょっと出演にまつわるちょっとお知らせしていこうかな。まずは8月の7日水曜日、横浜ベーシスにてライブを行います。そして次の日8月8日木曜日は栃木テレビのイブロックプラスに佐藤ひろこ出演しています。生放送なのでたくさんのメッセージ送ってやってください。そしてその次の日同じく8月8日の、夜8時からは同じく栃木テレビで満喫栃木日和の、今週の再放送会があります。他の地域でもそろそろオンエア情報がアップされてるかなと思いますので、そちらご覧ください。そしてその次の日8月9日はお茶の水かかずで私の所属している事務所ライブがあります。私は夜7時頃から歌っておりますので、ぜひ会いに来てください。詳しい情報は佐藤ひろこのホームページ、ブログ、ツイッターなどをチェックしてね。それではまた来週お会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。やれないことを明日やれるわけない。自分に期待してるから怖くないんだと、ブチは伸びたった。しかなって